さて、今日は報酬を支払ってもらうぞ。今日までありがとう。私門松さんのこと忘れない。別に金払えってわけじゃない。こないだも言ったろ、仕事を手伝ってもらうって。でもさ、ハイムロボティクスのお手伝いなんて理工学系の知識がなきゃ無理でしょ。まずはこいつを見てくれ。話はそれからだ。おお、ナイトガンダムだ。これロボット？うちで開発中のトイボットだ。こいつの運用テストに協力してほしいんだ。玩具用ロボットか。こんなのが買える時代になったんだね。実際に売り出すのはもう少し先だがな。テストで合格できなきゃ商品化は無理だ。テストって私たちは何をすればいいの？こいつの売りは子供と一緒に遊んでくれることなんだ。ふむふむ。あ、これ取説だ。ガンプラバトルも一緒にできる。なるほど、これがメインスイッチ。新しいチームメンバーってことだ。次からシミュレーターに入るときはこいつも連れて行け。って勝手に起動すんなよ。もうしちゃった。おー、立ち上がった。はじめまして、ロボタ。勝手に変な名前をつけるな。いいじゃん、ロボタ、かわいいじゃんね。えロボタ。ああ、こいつ言葉は理解できるけど発声機能はついてないんだ。なんで？あくまでおもちゃであるためだ。人の近くにいるロボットの開発ってデリケートなんだよ。特にトイボットは子供の成長にどんな影響が出るかまだわからないからな。なんか大人っぽいこと言ってる。大人だからな。いいから早速テストしてこい。うまくいけば次のリージョンカップは3人で戦える。ミサさん、ご来店ありがとうございます。はじめまして、ロボタさんですね。記憶します。なんで名前知ってるの？今聞きました。光デジタル信号でですが。なんかロボットっぽいこと言ってる。ロボットですが。私は心得たと返答しただけだ。喋った。ああ、うん。シミュレーターに合成した音声データを入力し、それがスピーカーから出力されている。だって門松さんが喋れないって。門松は発声機能がついていないと言っただけだ。私のボディにはスピーカーがない。ガンプラバトルシミュレーターにはスピーカーがあるのだから当然喋ることも可能だ。ガンプラバトルというものはチームで行動するものだ。コミュニケーション手段がなければ不都合だろう。そうですね。ああ、ミサ。そして主殿、油断せず進もう。ちょっと、なんで私は呼び捨てでそっちは主殿なの？私は門松のインプットしたデータに従っているだけだ。門松！
シミュレーターのスピーカーで喋るとは想定外だったな。ヒアリング用の言語データベースを利用して音声データを合成するとは。勝手にやってたってこと？ここまでできる AI を作るなんてさすが俺。でもこれはダメだ。 AI に禁止させるかな。なんで？喋れなくするなんてかわいそうだよ。ほらな、必要以上に感情移入しちゃうだろ。例えは悪いが、こいつが車にひかれそうになった時、持ち主が助けようとしたら困るんだよ。ああ、言いたいことは分かった。でもだが確かにガンプラバトルでコミュニケーションできないのは不都合だな。門松、なんだロボタ。あ、お前ってやつはどうしたの？このモニターを見ろ。今こいつの出力したテキストだ。私は私の主やその仲間に危険が及ぶことは望まない。その可能性を生む要素は排すべき。バッキャロ、お前こんなこと言われてできるわけないだろ。感情移入しすぎ。私は今シーズンの MC 担当、ハルです。全国20カ所の会場に同時中継でご挨拶しています。タウンカップから始まったガンプラバトルカップはこのリージョンカップを経てジャパンカップへと続いています。皆さんの素晴らしい戦いを全国のファンが見守っています。参加チームの皆さん頑張ってくださいね。私もジャパンカップの会場で待ってます。なんか緊張してきた。そんなに気負うなよ。20カ所もやってんだぞ、日本だけで。絶対に負けられないわけがある。ああ、まあそうだな。来年にはあの商店街なくなってるかもしれねえからな。そんなこと言うな。おい、門松。ん？なんで負けチームのあんたがここにいるんだよ。誰この子？門松の娘さん？俺は独身だ。こいつは望月って言ってな、サナリメカニクスのエンジニアだ。サナリメカニクスってハイムロボティクスのライバル会社だよね。こんな小さい子が？俺とタメだけどな。みそじすぎ。嘘でしょ。年のことは言うな。ところで門松、このロボットはひょっとして？我が社の来期主力商品になるかもしれないあれだ。ちょっとバラしていい？いいわけねえだろ。こいつは俺たち綾戸商店街ガンプラチームの第三ファイターだ。ガンプラバトルもできるのか。なんてもの作ったんだ。ん？お前、綾戸商店街ってどういうことだ？先日レンタル移籍した。今日はよろしくな。なるほど。門松以外には悪いけど、そういうことなら容赦しないぞ。予選でこけるなよ。
お前もそこらをうろちょろしてこけるなよ。子供か。ただいまから予選を開始します。準備できたチームからどんどん出撃してください。よし、まずは予選突破目指して頑張ろうね。
進もう。Thank you.
戦いだった。
が出てきたよ。
行くよ。かかってらっしゃい。
をつけて。パーツが取れた。あっ、やるな。パーツが、
お疲れさん。さっきの出撃で予選突破だぞ。本当？やったね。へえ、ちゃんと予選突破できたのか、ヘッポコチーム。本戦始まるまでにセッティングを終わらせとけよ。飯も食っとけ。了解。無視すんなよ。なんだい？この辺で小さい女の子見てないすか？ずっと探してるんすけど。え、迷子？歳は？みそじすぎなんすけど。受付で迷子アナウンスしてもらえ。面白そうだ。ああ、そうっすね。どうもです。やめろ。あ、もちづき姉さん探してたんですよ。ずっと目の前にいたよ。姉さん視界に入りにくいから。うるち、決勝で戦うことになるかもしれんから、一応こいつらに挨拶しとけ。え、ああ、しゃーす。お前それでも社会人か。お前もな。いつもいつもバカにして、今日こそお前を倒して土下座させてやる。姉さん外から見てるだけじゃないすか。面白え。じゃあ俺が勝ったら？門松も外から見てるだけでしょ。じゃあ今まで私をいじめたことをチャラにする。いらん。大会終わるまでに何か考えとく。それでいいか？いいだろう。試合で会うのを楽しみにしてろ。姉さんって仕事はできるけどアホっすよね。アホだよな。正々堂々勝負だ。息が良さそうだな。
足止めを。家族が見てるんだよ。そりゃ、どうだ、どいてくれ。あっ、消えたぞ。外さない。
催中のガンプラバトルリージョンカップですが、一箇所を除き全日程が消化されました。優勝したチームの皆さん、おめでとう。惜しくも敗れた皆さんは来年また頑張りましょう。さて、予定より早い進行で会場の利用時間が実は余り気味。参加チームの皆さんも観戦しにいらした皆さんもこの後の予定にお困りでしょう。そこで最後に残された一箇所の決勝の模様を他の開催会場にライブ中継することになりました。実況は私 MC 春と、解説にはなんと世界初のプロガンプラファイター、皆さんご存知ミスターガンプラをお呼びしています。ミスター、よろしくお願いします。はっはっは、よろしく。ミスター、今回のリージョンカップご覧になっていかがでしたか？そうだね、みんな素晴らしいガンプラばかりで、機体性能は私が現役の頃とは比べ物にならないね。だけどファイターはあまり変わってない印象だね。機体性能と違って進歩していない。いやファイターたちは相変わらず楽しそうにガンプラバトルをしているなと言いたかったのだよ。なるほど、時代は変わってもガンプラを楽しむ気持ちは変わらないということですね。その通りだね、素晴らしいコメントだ。今夜食事でもどう？それでは最後の決勝戦、皆さんお楽しみに。さっきの放送を見た？ミスターガンプラが見てるんだって、すごいね。あー、ロボタは知らないか。世界で初めてプロのガンプラファイターになった人だよ。世界中いろんな大会を総なめにするくらい強かったの。確か8年前に引退して今は解説とかやってるんだ。なんで君まで「へえそうなんだ」みたいな顔してるの？さて、そろそろ時間だよ、頑張ろうね。この機体なら絶対大丈夫っすよ。さあ始まりました、リージョンカップファイナルラウンド。解説よろしくお願いします。よろしく。なんと2人の中で劣勢機体を投入してきました。この圧倒的なパワーに綾戸商店街ガンプラチームはどう戦うのでしょうか？ MA 機は一つ一つの攻撃が非常に強烈だが、その機動力に制限が出やすい。通常機体で対抗するならそこを生かすのが上手にだね。なるほど。攻撃は全部が必殺級の威力なんだぞ。
散るんでちょっと静かに。アーチが見せない。ソル、なんとこんなもの。当たって。助かる。こんなのどThank you.
もしもし、私です。ミスターガンプラです。次のジャパンカップなんですが、お願いしたいことが。それでは、あやと商店街ガンプラチームのリージョンカップ優勝を祝して、乾杯！乾杯！乾杯！ってなんで私らまで乾杯してんだ、バカか！ただ酒飲ましてもらって何が不満なんだ？そうっすよ、姉さん。せっかくなんだから楽しくやりましょうよ。私のはジュースじゃねえか、酔えるか。さすがに未成年にお酒は飲ませられないよ。父さん、この人これで味噌汁すぎなんだよ。なんですって、それ本当なの？悪いか、どうせ見た目小学生だよ。教えて。あ、私にもその若作りの秘訣教えて。作ってんじゃないんだよ。いいから酒持ってこいよ。以上がタイムズユニバース百貨店各店舗の収支報告です。一つだけあまり伸びてない店舗があったね。どこだと言ったかな。あやと駅前店ですね。あやと。ああ、時代に取り残された小汚い商店街があるところか。責任者によりますと、商店街の広告戦略が効果を上げてきているとのことです。広告戦略？あやと商店街はガンプラバトルチームを広告塔として今シーズン破竹の快進撃中であると。先日のリージョンカップ決勝戦は全国にライブ中継が行われたようです。そこで商店街の名前がガンプラバトル。ドロシー、日本行きのチケットと滞在先を用意してくれ。ドロシー。申し訳ありません、ウィルボッチャマン。本日の勤務時間は数分前に終了しました。必要であれば明日以降にまたお申し付けください。時間外手当出すから。お茶入れますね。いつ立たれますか？今すぐだ。なるはやと。手配しておきます。な、まあいいか。ところで 3S の件はどうなってる？間もなく全株式の 67% を取得完了します。正直申し上げて何の利益にもなりませんが。汚いビジネスに手を染めた無様な大人に報いを受けさせるのさ。僕はこの汚れた世界を浄化しているんだよ。中二病ですか？なんだい、その中二病って。若年層を中心とした流行り病です。根拠のない全能感に支配されたりするとか。いや、全くそんな症状はないが。そうですか、お大事に。